小井城集球団、李城集球団は、かつて、広島県広島市に、本拠地を置いた、同好会、サッカークラブ。小井城とは、広島城の別名である。現在は、サッカークラブの名前ではなく、広島県立広島国体児高等学校サッカー部、OB 会の名前である。このクラブは、日本サッカー創世期からサッカーが非常に盛んであった、広島で、 日本サッカー黎明期である1920年代、つまり大正後期から昭和初期に存在した当時全国的な競合であった広島県立広島第一中学校、学生改革により小井城高校、現在の広島国体寺高校の OB たちにより結成されたものである。西日本のチームとして初めて天皇杯全日本サッカー選手権大会で、 優勝したチームであり、史上初めて連覇したチームである。なお2014年現在、天皇杯は3連覇したクラブがない、2連覇は延べ9ラブため、小井城集球団の2連覇は最高記録となる。晩年のチーム名が小井城集球団であるためこの名前を用いているが、鍵歴史の通り資料によって、広島一中 R 団、R は小井城と思われる恋城、クラブ、 小以上クラブと多様である。チームとしては戦前まで活動していた記録が残るが、戦中及び戦後の状況は不明。ただこの名前は国体寺高サッカー部 OB 会の名として現在でも使われている。以降不明。もともと広島中学の地、広島市中において、サッカーが始まったのは1912年、大正元年東京高等師範学校集休部。 現在の筑波大学集級部首相だった松本博士次が教師として赴任し、生徒と共にボールを蹴り出したのが始まりである。その中で、広島一中及びその OB チームが強くなった理由の一つとして田中隆志校の存在があった。田中は以前二島不良収容所にいたドイツ人捕虜から直接サッカーの知識を得たという当時として、 大変貴重な体験をしており、1920年、大正9年広島市中で教師になった際に、その知識をサッカー部に注入した。田中の存在は市中だけでなく、ひいては広島のサッカーレベル工場へとつながる子になり、この時期に広島市中及び広島講師附属中、現広島大学附属中学校、 高等学校は当時サッカー最先端地区であった関西地方に遠征し、両チームともに好成績を収めている。明治大正初期までの近代スポーツは大学や各地の市販学校から大衆へ広まっていったものの、まだローカル色が強かった。例えば現在の高校選手権にあたる大会は、当時日本フットボール優勝大会として開催されて、 いたが、関西ローカルの大会であった、詳細は、全国高等学校サッカー選手権大会、概要参照。その中で、日本のスポーツ界は、近代オリンピックや極東選手権競技大会に出場したことにより、海外を意識し同じような大会を国内で開催しようとし、これに、明治天皇の聖徳を悟る王する大会として、国内初の総合スポーツ大会として明治神宮。 競技大会、明治神宮大会が開催されることになった。この、恋城クラブ、あるいはクラブの名で結成されたチームが誕生する、きっかけは、1924年、大正13年秋に、第1回明治神宮大会が開催されるという、法を受け、集休部を編成して遠征しようと声が盛り上がったもの。つまり、 国体寺高が正式に発表した資料では、1924年が正式結成した年としている。ただ日本サッカー協会が公表する資料の中には、1923年、大正12年5月に行われた第6回、極東選手権競技大会において、深山静雄、清水すぐえもん、鴨下し恵、よしえ、鴨下両方表記あり、部活の4人が、 小井城クラブ所属として日本代表に選ばれているものがあることから、これより前に活動していた可能性もある。天皇杯の前身にあたる、足利全国集休大会は1921年、大正10年から始まるが、小井城が地区予選に出場していたかは不明。1923年第3回、大会九州中国地方予選では、井城クラブの名前はなく、 広島一チームが優勝しているが、翌1924年の中国予選では、小井城は広島一中 R 団の名前で出場していることから、この1923年の広島一中が小井城クラブであった可能性もある。1924年、第1回神宮集級競技中国予選、県第4回大会予選では、広島一中 R 団として優勝。 1> 第1回戦1から0対広島講師、第2回戦1から0対松山高校、優勝戦2から0対山口高校と競合を勝ち抜き、全国規模の大会に初出場することになった。神宮中級競技本大会では、小異常クラブの名前で出場し決勝に進み、対戦相手は、ライバル、三陰師範、全三陰師範クラブとなった。この試合前半から小が優勢で、 福重の先制点、清水すぐえもんの追加点で2から0で折り返し、後半は、秩父宮陽人氏新能と、茅野宮常則王の観覧のもと、清水、香川美雪が追加点、終了間際に1点返されトータル4から1で、勝利し、初優勝する。1925年、大正14年、第2回神宮集休競技、第5回大会では、 小井城クラブの名で出場。同年10月30日、三陰州集球団との準決勝は、両チーム譲らず1から1の引き分け。その日は日没となったので延長戦は、翌10月31日に行われ、三陰州集球団が1点をダッシュして2日がかりの試合に決着をつけと思われたが、小井城から抗議が起こった。ミカは前日負傷した選手に代わって、 登録外の選手を出場させた、というアピールだった。延々6時間、話し合いは、難航に難航を重ねた。結局、小以上の抗議が認められ再試合になったものの、これも引き分けとなり、日没になった。11月1日朝8時から延長戦だけを行い、ようやく小以上の清水が、決勝ゴールを挙げ3から2となり、3日がか,かり4試合の、ケディをつけた。 選手全員はくたくたに疲れ切っていたが、翌11月2日の決勝戦東京大学戦は3の1で勝利し2連覇を果たした。1926年、昭和元年、大正天皇の崩御に伴い、明治神宮大会は中止となっている。1927年、昭和2年、第4回神宮集級競技、第7回大会に、 小井城集球団の名前で事実上の3連覇を目指し、3大会連続で決勝に進出したが、神戸一中クラブに0の2で敗れた。当時の決勝記録から、初優勝した時の決勝メンバーからつかぶ、この試合では CH 以外は全員入れ替わっていることがわかる。1928年、昭和3年以降、現在における、 天皇杯中国予選を通過した記録はない。クラブチームとして活動停止した時期は不明。第2本集休協会発行、週休年間昭和7から8年度に記載されているため、少なくともこれ以降のことである。当時の記録としていくつか残っている。以上より、このチームは戦前までは確実に活動していたことになる。以下に記録が残っている。 現在の天皇杯にあたる大会の記録を列挙する。なお当時の大会によっては、引き分けの場合 CK、隅宿 GK、門宿 FK、自粛のアウトオブプレイのスタッツが勝敗を右する規定も存在していた。以下は日本代表に選ばれた記録が残っている選手。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。